どうも、イズログです。で、今日は、来ました。特にこの落ち葉、庭枝焼却器、これが待望のね、待ちわびた道具でござるよ。もう多分、この焼却炉で、この庭の木板をぶった切って燃やしていきます。じゃないと、進まないんで、マジで何も。で、あと何を買ったものを開封です。さて、どれくらいのものが届いたかですね。わさわさ。で、まず重要になるであろう300ワットパワーコンバーター、これ、車用ですね。で、多分じゃないんですけど、このちょっと電気通そうと思ったらすげえ危ないところがあって、多分ここ1箇所だけだと思うんだけど、これ見える？ここ危ないんよね。ここがちょっと嫌で、とりあえず天井を全部ぶち抜いて、配線だけをちょっと伸ばしたいんですよ。だってこれさ、こたつだよね。こたつのコードで、ここトイレの廊下なんだけど、ここまで引っ張ってきてたり、結構デタラメなことはしてるんで、ちょっと怖いので、こういうところを確認してから電気は通そうかなって感じです。で、あとやっぱりパソコンが、8年目か、2014とかだったっけ、買ったから7年目かな。さすがにマザーボードがいかれてきて、あれっすね。ボタン連打とかがバリバリ起きてきちゃってるんで、で、あとは、これっすね。これを、これの著者の人が DVD 出してて、それももう買ってます。どこにあったっけなぁ。テントの中ですね。一応昨日届いたんですが、建物作りの DIY。一応この家は木造建築なので、一部ね、ちょっと違う、ガリウで作られてるから、多分違うと思うよね。大体今明るいからわかるけど、結構屋根の作りが少し違うのかなって感じ。多分あれ、材の長さが足りないから、無理くり合わせ切ってやったのか、それとも、ここが増築部分なのかは、さておき。これ建物作り DIY と、この DIY の本、自分で我が家を作る本、これを見ながら、ちょっと、やっていきます。この宇治、ごめん、読めねえわ。で、これ、にゃんまる工房っていうところから出てるんで、即買いでしたね。前々から欲しくて。やっぱり電気工事2種。これがないと、こういうところいじれないんで、ちょっとまず本格的にやる前に知識を、やっていいことやっちゃいけないこと、素人が頑張ってやって、取り返しがつかないことになって、やっぱり知りませんでした、ごめんなさいが絶対にね、
済まないことの方が多いし、それが怖いので、ちょっと慎重にいきたいと思います。はい。で、これはですね、マルチツールの、オプションじゃなくてなんだっけ。まあ、パーツですね。これがのみで、合わせ切りとか、なんかね、フォールときにこれ使ったり、あと、多分、これキーを切って、切り株も全部ぶっ壊すんですよね。で、多分、その切り株をぶち壊すのに、まあ、これが必要なものになります。はい。あとは、DIY ツールが届いたら、なんだこれは。これはなーに。まあ、ケーブル関係をいじりたいんで、はい、来た。電気工事2種ですの、2種のキットっすね。はい。多分、これバリバリ使えると思うんですよ。だから、これのキットも安全ブレーカー、これ20アンペアなので、まあ、ブレーカー裏もちょっといじれたらいじろうかなって感じなんで、はい。ただ電気工事2種ですね。で、それをやります。まあ、電気配線関係ですね。多分この家は結構頑張って前の人はすげえ自分で建てたらしいんで、売り主のお父さんが。まあ、そこら辺気をつけていきます。結構とんでもな力技入ってるんで。でもまあ、それだけ頑張ったってことよね。何これ ?GM ジャパンって。GM ジャパン。え、何これ?こんなん買ったっけ?え、こんなん買ったっけ?あ、パソコンか。はい。はいはいはい。これ、Google Chromebook のあれっすね。タブレットだ。うわ、マジこんなちっちゃいの?うわ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 。すごいね。でもさ、よーく見るとさ、傷があるんだよ。こういう傷って何なんだろうね、最近のアマゾン。納得いかない。へえ。すごい。まあパソコンも、そういうことね。で、これが取れるんでしょ。で、タブレット式だからこれ取れるんだべ。ほら、取れた。で、ここ分解して、これだけでもタッチパネルになって、動画とか写真もバリバリ撮っていけるよってやつでしょ。そう、撮影だよとしてもちょっと欲しかったんで、まあ、これの、パソコンですね。これはでかいっす。まあ、ちょっとこれはここ置いといて、これはなんだ?はい。
来たバッテリー充電用ツール、まあこれが重要で、まあ、多分車の中で充電していくようなスタンスになると思います。ガソリンが消えたらまあどうもこもならーんって話なんで、多分ちょっとあのケーブルを安全をね確保する、漏電とかある程度見てなくなってないなっていう風な確信が持てるまでは、やっていき、まあ自分でケーブル見るっていうことはしていきます。はい。充電器の、これはなんじゃあらほい。きたー、はい。来ました。シャベル。まあ、アパッチですね。まあ、これ、コンクリートハンマーの先っちょにつけて、地面を掘ります。まあ、一応あれ、全部ね、でもぶっかいて、ぶっかいて、コンクリートブロックぶっ壊すんで、で、それで、ちょっと駐車場のところの、段差を埋めるとか、あとは納屋まで、ちょっと土を持ってったりするんで、その時に土をほぐすのに、これ買いましたね。コンクリートハンマーの先っちょにつけるやつですね。で、これは充電器。てなわけで、じゃあ1箱目の開封はこれで終わりです。ではでは、じゃあ次2箱目いってきます。